皆さんこんばんは、ゆみです、今日は12月30日ということで、今年も来ました神ガチャ2022年振り返りガチャ。はい、ということでこちらを引いていきたいと思います。こちらのガチャは去年も来ましたが、めちゃめちゃ神ガチャとなっておりまして、2022年に登場した新キャラ1月から6月の分、上半期の分のガチャを10連引くと下半期も引けるようになりまして、7月から12月までの分が引けるようになります。ということでこちらのね、詳細はこんな感じとなっているんですけれども、持っていないところで言うと、龍鳳とかピリカちゃんとかが持ってないですね。あとはこの子か、プロテアも持ってない、3体かなと思います。まあその他もね、アルファも出るということで、その辺も嬉しいですね。はい、ということでこちらのガチャを上半期下半期ともに7赤で引いていきたいと思います。それではメインからいきましょう。提供割合は 12%。なるほど、今までめちゃくちゃ使っているプラトン1932回のみでございました。ぼちぼちですよね、引きはあまりよろしくなかったですが、下半期の方がどちらかというと楽しみでして、あ、バビロンとかね、あとこの辺11月12月あたりがですね、まあ休止していたということもあり、キャラが全然持っていないので、その辺もね狙っていきたいですね。ゲオルギオス、坂の上のタムラマロ、テセウスとかね、テセウスのキャラがあれですね、ポケモンっぽいです。ファウスト、バビロンめちゃくちゃ欲しいですね。テュールとかとか、ミーミルとかね、はい、この辺狙っていきたいなと思っております。ファースト欲しいな。行きましょう。ではなしと。昨日のガチャめちゃくちゃ神だった。シュブニグラス、発毛はでかい。キュールだー。はい、ケウサの対象ピックアップキャラ欲しいな、欲しい。くー、めちゃくちゃ当たりだー。シュレディンガー3体目、これはめちゃくちゃいいですね。東海道樹、ヒダグイギ、キュール、そしてシュブニグラスといった結果でございました。星5、6は4体。では次、はい、それではユミエル参りたいと思います。ユミエルは星玉がね、もう多分ほぼほぼ確定でたまるなっていうところと、ネオがね持ってないんですよ。なのでネオ欲しいですね。もう1年間出ずといった結果でございました。オーパルソードアルファも欲しいし、 UFO もね、メインで持ってないキャラとか出てくれても嬉しいしといった感じですね。ヘルマル&コニールアルファとか、中富の鎌足りとかも、天まで使えるしね。似てますよね、この子とオフィリアアルファとさ、アビスがちょっと姉妹感がある。それでは行きましょう。あっ、コグマ座のね、ホラリスちゃん、発毛、リシンアルファコピーですね。やあ、ルイスキャロルアルファと、お、あの、ルイスフロイスだ、ルイスフロイスと聖夜王徳太子聖徳太子のこといつも聖少納言って言いそうになる。はい、星玉、うおー、限定確定かな。ねー、もうこれは収まりましたね。2022年ネオで始まり、ネオで終わるという、ネオで始まった時はめ
ちゃめちゃお金かかりましたけれども、ということで下半期も引いていきましょう。欲しいところはいっぱいありますが、レスランとか、そうね、うわ欲しいだらけですね。シュレディンガーも欲しいし、この辺も欲しい。一番右のキャラだいたい欲しいです。いきましょう。40円目、こんなに贅沢にガチャ引くことなんて。年末年始は全部のガチャ引きたくなるからな。あー、ゲゼルギオ、ゲテルギオスこの子の名前一生覚えられないんだよな。ゲオルギオスだゲオルギオスでした。嬉しいですね。じゃあ発言では次、はい、それではマナエルいきましょう。マナエルは20連目で星玉が貯まるかなと思います。こんな感じですね。2月3月持ってないキャラ多めですね。ということでいきます。10連目。おー、限定かアルファかなのではないでしょうか。ここで止まるのはあれか。うわー、エルマル&コニールアルファ、これは嬉しいですね。めちゃくちゃやネオすごい、これはめちゃくちゃ大収穫です。では下半期参りましょう。星玉もたまりますね。千早とかも持ってないし、まあ一番右のキャラのどの子かが出てくれたらもう、それかケウサピックアップキャラ休止中は本当に2週間ぐらい全く何のゲームもやらずに、ただただぼーっとしたり漫画読んだりして過ごしてたんですけれども、あー電動リルルなので、新イベもね、今までずっと運極を全種類作ったよって言った後からもう全部休まずに作ってたんですけど、しっかりとそれもね、その辺もお休みさせてもらって、これから追い上げていきたいなというところですね。持ち玉ではないかな。おー、かわいいですよね。移動壁ドンが強い子ですね。では次、はい、それではウサエル参りたいと思います。狙いどころはアルファ限定等々といったところですね。いきます。まずは上半期、初っ端から止まる？うわー、やば、止まる、ナイス、えぐい、おールナールナアビス、この通常枠で、そして確定枠ではアザイのママサが出るというね、上半期でございました。ではウサエルの下半期参りましょう。こんな感じとなっております。いきます。星玉たまります。ほとんどここで星玉使っちゃってちょっともったいない気もするけど、いやまだオーブはあるんで、また貯めてね。あら、お、それならいいですよ。おー、いいですね。テセウス全赤持ってないキャラ引けるのめちゃくちゃでかい。これはありがたい。わ、嬉しい。爆発シャイニングピラー貫通、いいですね。ということで、では次、はい、星玉忘れておりました。います。
確定はないです。そしてゲオルギオルだ、覚えました。いや、ゲオルギオスだし覚えてないね。はい、では次、はい、ザコエルいきます。ザコエルはこんな感じです。ザコエルちょっと引くか引かないか迷ったんですけど、まあ1年に1回ということで引いてしまいましょうか。サブのオーブ回収500個あるから大丈夫かって思ってたんですけど、全赤500個1赤超えてなかったかな、400何本とかで。ルナー、わーお、リシンアルファー、デジャブ、おお、厚毛3体はでかい。エルマルアンドカニルアルファー、最高です。めちゃめちゃいいですね、かわいい。これは引いてよかったな。ということで下半期入ります。このガチャ引けるとなんか一気に今年引けてなかったキャラとかがぐっと追いつく感じがしますね。おー、東海道中ひざくりで、そしてわー、さくのちゃん、こぎりさくのちゃん、反射のこっち毒玉引いてみよう。はい、では次、はい、ではパトエルいきます。パトエルはね、オーブまだ500個ありますということで、こんな感じです。どちらかというとね、個人的には下半期の方が欲しいキャラが多いので楽しみです。うーん、でかー、オニオンコポンアルファー、この辺のアルファぐんぐん埋めていけるのありがたいな。アルファキャラはね、なかなか引けないんで。では下半期いきましょう。こんな感じです。バビロンは持ってる、星玉はたまらないですね。はい、確定はない。のあー、名前出てこないけど、単発でスーパーサブ読みで出たんですよね、この子。あー、マビノギオンだ。天魔にハマると言われていて結局ハマらなかったまあ適性はもらってましたけどという感じでしたね。では次、はい、それではラスト、スーパーサブユミ行きたいと思います。なんだその名前はっていう思われるかと思うんですが、この子本当にスーパーで結構引きがいいんですよ。こんな感じでございます。この子は単発がすごく強いんですよね。今夜中の3時でして、声の収録をしようと思って間違えて配信をしてしまって、みんなにツイッチ配信しちゃってたというね、さっきオープニング撮ってたんですけどそういうくだりがありました。みんな来てくれてやばいやばいや
えて、これねミスってたーって言って無限ビリ、いや天まで使える子です。では下半期いきましょう。こんな感じです。ファースト欲しいな、一体も持ってないんで、いけてもないという。出ないか。そう、さっきの配信来てくださった方々、申し訳ない、ありがとうございます。ピュール、おー、角花レンジロー、めちゃくちゃ嬉しい。シュレディンガー、この子はもう闇のクエスト全部に連れて行ってあげたいくらいな。うわーマジ嬉しい。しかも可愛いんだよな、最高です。ありがとうございます。砂穴レンジローもニシンテュールも発言ということで終わっちゃった。はい、ということで本日は2022年振り返りガチャ、今年もねしっかり神ガチャでしたね。でも明日もまた別のガチャが来るし、明後日もね新しいガチャが来るしで悩んでる方とかね、オーブあまりないよっていう方はぜひね私の結果を参考に引くか引かないか決めていただけると嬉しいなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ゆみでした。バイバイ。